お前さ、疲れてんだよ。なあ、ベルトルト。こうなってもおかしくないくらい大変だったんだろ。ああ、ライナーは疲れているんだ。大体な、お前が人類を殺しまくった鎧の巨人なら、なんでそんな相談を俺にしなくちゃなんねんだ。そんなこと言われて、俺が、はい、行きますってうなずくわけがねえだろ。そうか。その通りだよな。何を考えてるんだ俺は。本当におかしくなっちまったのか。とにかく行くぞ。そうか、きっとここに長く居すぎてしまったんだな。バカな奴らに囲まれて3年も暮らしたせいだ。俺たちはガキで何一つ知らなかったんだよ。こんな奴らがいるなんて知らずにいれば俺はこんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。もう俺には Never even bother.